先週末から始まった室戸のブリ漁。空が赤く染まる中、椎名漁港の漁師ら20人が沖合5キロに仕掛けた大敷網を引き上げました。餌が豊富にある室戸の海で栄養を蓄え、丸々と太った寒ブリ。この時期は特に脂乗りが抜群です。この日の漁獲量は1000匹以上で、大きいものは10キロを超えます。椎名漁港で水揚げされた寒ブリは地元の量販店などにも並ぶということです。